どうも、ボビー・アドレザーのボビーです。えー、今日はですね、十、え、一、ー、月七、えー、日ね、第六十七回目のお配信になります。それではオープニングムビーをどうぞ。 どうも、えー、ボビーアトレザーのボビーです。えーとですねえー、今日はね、七日、11月も7日ですよ。お土,土曜日ですね、うんまあ。タイトルの通り、えー、今日はですね、えー、土曜日の緩い話感じでね、えー、進めていきたいと思います。あの今日もそうそう、今日もね、大阪のボビーアトレザーのアトリエからですね。ライブでお届けしております。 ね、またまあほとんどの方がですねアーカイブでねゆっくり、えー、好きな時間に、えーえー、ご覧頂い,いてるみたいなんでねあとまあ YouTube にもこれあの後で、えー、アップしてますんでね、えー、YouTube でご覧になってる方もおたくさんいてると思ってますんでね、えー、ゆっくり進めて <laughs> いきたいと思います。六、ね、67回目で、ね、67って言ったらですね、えー、なんかこう、えー、僕はですね、えー、67年生まれなんでね なんか番号ですね普段あの気に意識することはないんですけどもおなんかこう66昨日も66で、ね、なんか66いたらね、えー、リーバイスの <laughs> 66ジーンズをね <laughs> ふっと僕は,僕は思いましたね、うん、まあまあそういう緩い話な <laughs> んですけどもおマイブームな感じですね、えー、まあ本当に、えー、なんかこうおーマイまあ いろんなマイブームが一つあると思うんですけどね、まあ、流行りとかもね、えー、いろいろあったりして、えー、まあ朝もね土曜日なんでパッとテレビつけたらですね、えー、なんか「鬼滅の刃」ですよね今流行ってるでしょ、ね、すごくね,ね、あのー、僕もあのコミックスほとんどお読まなかったんですね中学ぐらいの時はあ読んでましたけどねあとは3発やりた時に子供の頃ね、あのー、チャンピオン ね、少年チャンンピオンを呼んでました、ねえー、あと「タロウが来る」とかね、えー、あと「トイレット博士」とかあ「マガジン」とかあ,のあとねあ何やったかな「エコエコはずらく」なんかあんまこれ話をねついてくれる人は多分いないと思うんですけど、えー、なんかそういうまあ僕中学ぐらい入ってはみんながジャンプを買うようになってきたんかなでまあ,あ当時僕はですね「メ、え、ン、ー、組」っていうのが好きですね。組とあとあ えっと何だったかなコブラやっぱり忘れられないコブラですねえー、コブラがスペースコブラって,なてねテレビで、えー、なってきたんですねもう楽しみでしたねうんまあ今でもコブラ好きですねうんテラザーブイさんのねうん字が書いたらあのコブラのコミックスありますけどね <laughs> まああやっぱりこのクリスタルボーイとかねあのー ものものやっぱりこう出てくる主人公もすあの脇役というか舞台とかもですねなんかこうワクワクしましたねあのなんていうのなんか世界観ですね「スター・ウォーズ」とかあの辺がもうずっと好きだったしああいう SF とねやっぱ 70s な感じの80年代でしたけどなんかそういうちょっとこう編込みみたいな感じでねうんであともう あの実家にですね、まあ、うちの兄があまあ漫画をよう読んでたんでしょうね「あのー、ゴルゴ13があの」が <laughs> 一巻からずっとあったんで「えー、ゴルゴ13」をですね <laughs> 読んでましたねなんか話よう分からへんかったけどなん,かなんとなくこうずっとで読んでるうちに、えー、中学の時かな、ね、映画があったのでまあ映画を。 見に行ったりとかします、ね、その当時、えー、CG を使うってね別にその今もたらこうレベル的にはどうなんて感じのあれでしたけど <laughs> CG でしたけどね、うん、あの見てましたね、うん、映画も見て「ゴルゴ13は」は一回はまりましたね、うん、まあコブラはずっと好きですねあとゴだからえー、っと悟空とかな,んかなったからちょっとあのなんていうのコブラ風な感じのね うん、やっぱ今でもあのセクシーやしね出てくる女性のキャラとかねサブキャラの方とかで設定も好きですね、うん、あとマイブームなこと言ったらねあのずっと途中から見出したんですけど日曜日の朝かな今「ワンピースってやってるじゃないですかあのあれはですねずっとなんとなく見ててなん,かなんかおもろいな思って。 でちょうどこうなんかあのネットでね、えー、こう見れるっていうかでこう1話からですね <laughs> こうずっと見てたんですよねアマゾンプライムとかあ,あと今だったらギャオ。 とかねそういうのを作って1話からをねこう見てみたりとかしてあこういうふ,うなふあな歴史というか背景があってこう,こういう仲間が出て今こうなってるのになんかやっと分かるようになってねあとまあどっちかというとねあの子供がですねうちの <laughs> 先生になってもろてねでいろいろ教えてもらったりとかしてね <laughs> あのほとんどもう漫画とかあもうねあもう ずっっと,とかったんでですけどねマイブームな感じです、ね、そのリアルタイムよりも何年か経ってマイブームみたいな感じで、えー、なんかこうその時の自分のひに心のひにですね反応したものをですね <laughs>、えー、そのリアルじゃないちょっとずらした感じでですね、えー、熱くなってますね。はい、ねえー、そんな感じで、えー、やってます。ね。 でですね、そうそうう、ねえー、ボ,ボビーアドレザーズの,、ねえーこのえー、ウェブショップね、えー、あのー、ですね、えー、これまあベースっていうのを、ね、使ってるんですけど、えー、それのそのベースっていうその要は、えー、そういうシステムのところですかねショッピングサイトの総合のところなんですけどそこはですね、えー、なんかこう 結構こう使ってる方多いんでしょうね。今はね。で、ま僕の周りでもね、あのベースを通じて、えー、運営されてる方も多いですね。うん。ミュージシャーの方もそうですし、えー、こういうもう僕クラフターっていうかボブックみたいなこうレ,レザーとかそういうなんかは多分あんまり僕は見,見えないんですけど、周りでうんなんかストワーズとかなんかミンネとかね、大体そ,そっちミンネが多いですかね。あのハンドクラフトのおね。 でまあ、あのー、ストアーズクカラーミー言うんかなあの、うん、僕はもうベースをずっとおまあ僕でもできるかななんとか届けることできんかなといろいろ調べた時にまだあの若,若,若いっていうかあの、うん、これからっていう感じでねところだったんですけど今もすごい充実、うん、してるますけどねでまあそこで,ですね、えー、今ちょうど今日からですね21日まで、うん、このこういう5%をね いうオフ,オフっていうんで、ね、このクーポンコードがあってこれを何、えー、ですか入れてですねショッピングサイトで1回だけ買い物ができるらしいんですが、ね、1,000円以上っていうか例えばボビアドレーザーだったら、まあ、1,000円以下のもないんでですね、うん、これを機会にですねあの僕はおす,おすすめするのはですねあのこういう機会にこう,こういうハットとかね帽子とか レザーのねいってものとかをようやくご予約いただくっていうのが一番あーいいんじゃないかなって思いますね。うん、だからまああのー、安心してですねまあ,あ今からやったら多分、うん、そうですね、えーうん、1ヶ月以内もかかりませんし、うん、であのお届けできますしね。うん でまあ、おすすめはもう今これかな、うんまあ、ハットもそうですけどバルハットももちろんあのこのヒョウ柄のこのスウェードのねこれピックレザーのスウェードなんですけどこれ意外にあのコーディネートがねあの無理なくああの合うんでね、うん、アニマル柄は結構ねあのコーディネートにはですね、えー、おすすめですね。 うんまあ、例えば黒の革ジャン着たりジー、ね、パン履いたりしてる時にえワンポイントでねあどっかにアニマル柄を入れ,入れるっていうか、うんであのー、ちょっとロックテイストな感じにもなりますしファッション馴染みますしね、うん、おすすめですね軽いしねこれねほまもの表はねさすがにあの手に入りませんけど、えー、これはですね、えー スウェーデン寺なんでねあのふわふわっとしてますし、うん、扱いも簡単ですあの普段気負わず、ね、いい感じであのやれていくと思いますんでねこう経年変化というか、うんね、楽しめますしねまあそんな感じでですね、えー、まあ今日からウェブショップのねあのそういうキャンペーンがあーやってますんでね 是非この機会にねご利用いただければなと思います。ねえー。まあ今日はね今日の大阪はですねちょっとこうどんよりはしてますけどもね、うん、まあそういう時でもですねファッションを通じてですねレザーとかそういうの小物を通じてですね気持ちがアップしてもらえればなと僕も思ってますね。それではまたゆっくりねお付き合いください。またこれこの配信もですねまた明日もですね えー、もう多分アトリエからお届けできると思いますしね、うん、またゆっくり、えーね、ご覧いただければなと思いますそれではまた、えー、お会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ